子さん、ガイドのムハンマドおすすめの温かいミントティーいかがですか。砂漠で飲むと格別なんです。ああ、ありがとうありがとう。恵子さん、アラビア語でありがとうはシュクランって言います。ムハンマド、シュクラン甘くて美味しい。本当、格別ね。シュクラン。あ、ムハンマド思いっきり嬉しそうです真っ白な歯を出して笑ってるときは照れちゃってるんですよ。恵子さん綺麗だから。え？まあありがとうあなたお名前ごめん忘れちゃった。はい、中園恵子です。あら、私と同じ恵子なの。まあ、ねえねえ、私たちの名前は同じ恵子で、ガイドとドライバーの名前も同じムハンマド。なんかみんなつながってるみたいで嬉しい。モロッコの人たちはイスラム教を信仰してらして、そのイスラム教を誕生させたのが預言者のムハンマドという人なんですけど、とっても尊敬されていて人気の名前なんだそうです。日本のように名字と名前っていう形じゃなくて、お父さんやおじいちゃんの名前がついて誰々の子のムハンマドってことになるみたいなんです。だから私は声をかけるときはガイドのムハンマドさんって呼びます。そうそう、実は2人は超能力者なんですよ。スプーン曲げちゃうの？いやいやいや、もっとすごいんです。何百メートルも離れてる人と会話ができちゃうんですよ。でね、この間なんかね、なんと砂漠の真ん中で遥か彼方にいるお友達を紹介されたんです。私には点にしか見えないくらい遠くにいるんですよ。だからとりあえずこう手を振ってお辞儀はしたんですけどね。砂漠の広さに対応する目と耳を持っているんですよね。なんかもうすごくないですか？すごい。ここは砂嵐もやってくるし、今は12月なので昼間は20度前後なんですけど、夏場は乾燥した状態で40度から50度を超える時もあるので、日中は本当に過酷なんです。でもみんな耐えてますみたいな苦痛な感じではなくて、家族や仲間たちと一緒に巡ってくるものをしっかり受け入れて生きているんです。家族や仲間たちの存在って、なんていうか力こぶですね。私、東京で一人で暮らしていた時、毎日生きてることが不安で孤独でした。でもモロッコに来て、ここでも一人暮らしなんですけど、見知らぬ人たちに本当に助けられて、今は人との関わりのおかげで不安も孤独感も感じる機会が減りました。心が潤ってるっていうか、人間らしく生きてる感じがします。すみません、私の話ばっかりしちゃって。あの、女優の城之上恵子さんですよね。あの、旅行者名簿のお名前には福山恵子さんになってたんで、お顔を拝見した時はわ、まさかって思ったんですけどええ、城之上恵子です。あの、実は私、恵子さんとお会いしたことあるんです。主演されたドラマのリハーサルの代役をやらせていただきました。嘘でしょ？そうなの？いや、代役をお願いしたのは今までに1回しかないからよく覚えてるけど、でも、もっと太った人だったようなそれが私です。20代の頃、私、女優になりたくてエキストラをやりながらプロダクションで演技の勉強してました。社長に個性がないから特徴を作ってみたらって言われて、でも何していいのか分からなくて、とりあえず太ってみたらどうかなって言われて、だからめちゃくちゃに食べて太ったんです。
全然別人よ。はい、あの時から30キロは痩せました。30キロ？あの頃お金がなくて食べ物を買うのも大変だったんで、まかないのある世界の鍋料理っていうお店でアルバイトをしてたんです。まかない料理食って食って食いまくりました。でも太ってもお仕事なかったし、体もきついよって思って、もう食べるのやって思って、それで女優さん諦めちゃいました。でも人生って面白いですよね。バイト先でタジン鍋を作っていたモロッコ人とお友達になって、モロッコのお話聞いてたらここまで来たくなっちゃって、そしたら日本に帰りたくなくなってしまって、ここでガイドの仕事を始めて5年が経ちます。そうだったんだ。あなたもいろいろあったね。そっか。実はね、私今映画の撮影中なの。え、モロッコでですか？日本でよ。監督はね、海外で短編映画を撮ってる日本人なんだけど、今年イタリアの映画祭でグランプリ受賞した人なの。画家のサルバドール・ダリの柔らかい時計という作品が監督大好きでね、絵を見せてもらったら、砂漠にぐにゃぐにゃぐにゃっと曲がった時計が描かれてるのよ。私がそのぐにゃ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 ってなった時計になって、逆さまになったり斜めに傾いたりしてダリの世界観を表現したいって言われたの。そしてね、撮影の間はエステサロンには行かないでくださいね、お肌のお手入れもしないでくださいね。準主役の若い女優は5人もヘアメイクがついて、クレオパトラのごとく衣装もお化粧もバッチリでものすごく綺麗なの。私はね、コーヒーが入っている麻袋の衣装を着て、頭を下にして逆さまのまま6時の位置でじーっとしててくださいって。でも城之上恵子さんを逆さまにしてしまうなんて、その監督さん勇気ありますね。でも天才かも。すみません。そうなのよ、きっと天才なのよ。もう私、監督の頭の中がどうなっているのかさっぱりわからなくて、それにエステサロン通うな、私はすっぴん、若い女優は綺麗で可愛い、もうちっとも面白くなくなっちゃってエステサロンに行っちゃったの。次の日、続きが撮れないだろうって監督にものすごく怒られて、そのまま私撮影所飛び出してきちゃった。社長にもものすごく怒られて、もうどうしたらいいのかわからなくなってしまって、占い師に相談に行ったの。そしたらね、北西方向に旅行して気分転換してこいって言われて、パスポートだけ持って何の支度もせずに日本飛び出してきちゃった。そうだったんですか。で、これからどうするんですか？すぐに帰るわよ、日本に。え、このサハラ砂漠の日の出観光だけでお帰りになっちゃうんですか？映画ね、サハラ砂漠を旅するシーンが出てくるの。占い師にできるだけ遠い北西に行けって言われて、世界地図を広げてみたら、日本から一番遠い北西にサハラ砂漠があったのよ。この目で見てみたいって思ったの。目的はサハラ砂漠だったんですか？そう。ここに来る前、砂漠にはサラサラの砂しかないって思ってた。だけどここで大きな時計を見つけたの。宇宙は、この地球は、太古の昔から時を刻んでいる。そして私も、この体に大きな時計を抱えて生きていた。監督は、すべてを飲み込んでいく
後戻りできない尊い月日を年を重ねたありのままの私の姿で表現したかったんだと思う。だからエステサロン禁止のノーメイクだったのよね。監督に一つのあるべき姿を教えていただいた気がする。よし、私喜んでノーメイクで逆さまになる。エステサロンにも絶対行かない。恵子さん、私恵子さんに出会えてよかった。二人の超能力を持ったムハンマドにも、おかげであの監督をリスペクトできたんだもん。恵子さん、ありがとう。すっごく元気が出た。それはよかったです。恵子さん、このお尻に敷いたこのシートはサハラ砂漠を旅する魔法の絨毯です。行きたい世界へラクダ使いのベルベル人が連れてってくれますよ。では魔法のおまじない、アブラカダブラ。それホテルまでの車中、恵子さんは二人のムハンマドにもっとスピードを出せと煽っていた。車は砂漠の道なき道をスピードを上げて走った。ホテルに着いた時、恵子さんは車から降りなかった。ベンツはキャンセルした。この車でこのまま空港があるカサブランカまで行くと言った。ここから約500キロの道のり。二人のムハンマドも従えて満面の笑みで恵子さんは帰っていった。そして2020年の新年を迎えた。恵子さんからお年賀状が届いた。鳥取砂丘のスタンプが押されていた。映画の砂漠のシーンは鳥取砂丘で撮影したと書いてあった。そして恵子さん、女優は本当に諦めてしまったの？もしいつか女優をやりたくなったら私に連絡ちょうだい。社長を紹介するわ。あ、そうだ、あなたせっかくモロッコにいるんだから、モロッコの生活をライブ配信したらどう？二人のムハンマドさんのモロッコラリーも最高よ。夢は手放したらダメ。夢ってね、諦めないでいるといつかそれを叶えてくれる人が現れるんだから。恵子さんに勧められたモロッコラリー、私はムハンマドたちと早速始めてみた。恵子さんの事務所の方にもお手伝いいただいて、毎日日の出と日没をライブ配信し、モロッコの何気ない暮らしぶりも紹介した。そして2年後、私の配信がフランス映画のプロデューサーの目に留まり、来年モロッコで撮影される映画にガイド役で出演が決まった。そして恵子さんはあの監督と結婚した。Thank you.